安市県は中華人民共和国厚生省南昌市に位置する県。安市県は厚生省北西部に位置し、東は湾サ徳、南は高安市、南西は捧ぐ新県、北西は安し安県、東北は栄州県と接している。百223年、新朝により中国全土に36軍が設置された際、県域は旧港軍の管轄とされた。 関大になると、予将軍の管轄下となり、現在の県域は、海倉県の一部とされた。五管になると海倉県は、海倉国と、改変。185年に海倉県より、英州県が分割され、県域を管轄した。589年、英州県は、米栄県、新呉県、もぐさ県と統合され立てま県となり、甲州の管轄とされた。 622年、当庁は、憲章刑により、両案件を分割、現在の安与試験の前身となった。1518年、安与試験と解消されている。1914年、中華民国北京政府により道政が施行されると、人要道の管轄とされたが、1926年に、南京国民政府により道政が廃止されると、三成省の直轄とされた。 1949年に中華人民共和国が成立すると、安予試験は南昇選区の管轄とされた。1983年9月30日に南昇市に関され現在に至る。ありがとうございます。